はい、どうも、イタリコちゃんのコちゃんです。おはようございます。今日はですね、日曜日で、仕事はねサラリーマンオフなんですけど、個人の、仕事ということで2件の、現状があります。まあ、現状っていうのは、お仕事のね見積もりを、お仕事の金額を決める、ための現地を調査する、ことですね。茅ヶ崎のねところが、駅の方に、行けばですね、現場があるので、天気がめちゃめちゃいいので、ちょっとランニングがてら海散歩してコーヒー飲んだりとか、なんかおしゃれなやつの休日のやつやりながら、現地まで軽くぬるっとランニングしていきたいと思います。南海岸の、海の近くにですね、カフェがありまして、そこのカフェでヘッドコーヒーを頼んでから海に行きたいと思います。コーヒーではなくてカフェオレオにしました。カフェラテかな。はい、川内選手、マラソンの川内選手がですね、もう好きなものをガンガン食べてるっていうねことで、自分もね、食生活結構まあ脂っこいものとか避けてるんですけど、見直してたんですけど、もうストレス溜まって嫌なんで、普通に食べたいものを食べることにしました。はい、はい、こちらは湘南茅ヶ崎東海岸の海でございます。見てください、こちら休日のバカンスを楽しむ素晴らしい茅ヶ崎民、そして遠方の方からはるばる来られた方たちで賑わっている模様です。はい、ビーチサッカーですとか、あと野球少年たちのトレーニング、はたまたフィッシングを楽しむ大人たち、バーベキューを楽しむ大人たちのビーチは賑わっております。9時50分ぐらいの茅ヶ崎駅です。何の情報やっていうね。はい、ここまで走ってきました。ランナーあるある、軽いジョギングのつもりが結構なペースで走ってしまう。ありがとうございます。今日の仕事一日頑張っていきましょう。はい、どうも、月曜日の夜です。YouTube アップできなくてごめんなさい。ということで今からね、洗濯物、めっちゃやばいっしょ。もうコインランドリーになるとこうなっちゃうんですよ、僕。めちゃめちゃ溜まっちゃうので、冬物もね、ちょっとあの洗濯物しないとちょっともう肌寒くなってきてるんで、それも含めてやりに行くのと、それで大体1時間かかるんで、その間にね、今日も月曜日なので、週1回の、1000メータータイムトライアルしていこうかなというふうに思います。それでは行きましょう。そしたら、今からですね、エニタイムフィットネスまで走っていって、アップしたいと思います。今から、1キロね、仙骨を立てたいい姿勢でアップジョグしてから1キロ、スプリットしたいと思います。とりあえずいい姿勢でジョグね。はい、今、アップのジョグして、キロ5分25秒ですね。いや、本当にランニングを始めた2、3週間前に比べたらだいぶ来てます。今日の目標は、3分40が出ればいいかなというふうに思ってるんですけど、まあ、あくまで目標なんで、まあ、無理することなく、気負うことなく、自然体で走れるようにやっていきたいと思います。今はね、仙骨を立てるっていう綺麗な姿勢になるトレーニングがあるんですけど、まあ、それはね、やりつつ、走りたいと思います。
飛ぶように走れるような感覚を得れるので、ちょっとまあ期待はしてるんですけど、スピードが上がるっていうよりも多分ねイーブンペースで走れるようになると思うんで、そういう意味で期待ですね。はい、だから3分台で走れれば御の字かなっていう感じはします。はい、今最高にいい姿勢なんでこれでいきたいと思います。ちょっとランニング中は動画撮れないんですけど、ごめんなさい、結果だけ報告します。3分51。あーくそ、はあ、悔しい。40秒来たかったんやけど、途中もう体が動かなくなってオーバーペースやな。あーもったいね、あーもったいね。走っててガクって落ちる瞬間があって、それがタイムにもう如実に出てる。やばい、ガクって落ちる時一回あってんな。あれを経験したらあかんってことやな。それまでめっちゃ良かったのに。くそー、めっちゃ悔しい。ちょっとこれは反省やな。最悪っす、小銭入れなくした。最後コインランドリーで使ってからエニタイム出る時にはなかったから、コインランドリーからエニタイムの間なんですけど、マジかよ、最悪、めっちゃショック。探してます。くそ、財布がありません、小銭入れ。最後使ったのはコインランドリーで小銭崩した時なんですよね。でそっからエニタイム出た時にないって気づいたんですよ。で、あ、車の中に置いてきたかもと思って、車の中に置いた記憶があったんですよ、何かを。それはこのスマホのベルトでした。コインランドリー行っても、エニタイム走った道行っても、エニタイムにもないんで、ないっすね。めっちゃショック。どっかにあるかもしらんけど、落としたら俺気づくと思うねんけどな。マジかよ。エニタイムにあるといいんすけどね、もう行った時には、片付けられて、っていうか違う人がトレーニングしてて。とりあえずご飯買いに行きます。財布をなくした私はお蕎麦と、うまみ出し筑前煮です。いただきます。今日はね、江ノ島まで7キロランニングしたいと思いますので、先週の自分に勝てるように頑張りたいと思います。はい、どうも、ひたりこうちゃんのこうちゃんです。今日は江ノ島までのランニングの日です。今からね、約7キロの旅スタートしたいと思います。ペースをでね、イーブンで走っていきたいと思ってますんで、その感じでやっていきます。この前のね、36分いくつかだったんで、まあ、35分台とかは、まあ、言わないけども、まあちょっとだけでもね、同じタイムかそれぐらいで走れればいいかなと思ってます。ちょっと今回は骨盤をしっかり立てて、走ることを意識して、走っていけばちょっとは何か変わるのかなとかって思いながら行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、海岸線にやってきました。エニタイムでストレッチもしっかりしました。それではね、約7キロのフォームペース走、気持ちよくぴょんぴょんぴょんっていって走っていきたいと思います。それでは行きましょう。約キロ5分7で走ることができました。ずっとこれは大きな進歩ですね。約9秒キロ速くなってるんで、単純計算で7キロ走ったら7区63、だから1分3秒ぐらい速くなってる計算になりますね。この間日が違うよ、速くなってるタイムはそうじゃないよ。なんだ、何秒経ってるわ、1分ちょい先週の自分よりも速くなりました。ちょっと股関節とかがちょっと痺れたりとかして、ちょっとあれだったんですけど、多分体が歪んでてあれなんですけど、あれ骨盤をこう反り腰だったんですけど、僕反り腰をちょっとこう腹筋を使うというか丸める感じで走ることを意識したら、足元にこうスッスッスッってこうね、腰が乗っていくイメージみたいなのがあって、それでずっと本当無理せず走ったっすね。前回は結構最初から飛ばしてぐん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 行って、で今回は本当に気持ちよく走ったって感じ。それで1分ちょい早いんで、これはいい傾向ですね。キロ5分7秒なんで、7キロ走ってたとしたら5135の35分49秒、約1分ちょい速くなってる計算にはなる感じかな。
かった。よし、今からちょっとねゆっくりウォーキングジョグして帰ります。ナイキのアプリがちょっとバグってたみたいで、多分キロ4分50ぐらいっすね。4分50ぐらいっす。一回同じペースで1キロ走ってみたいと思います。ちょっと連続じゃないんであれなんですけど、ただ多分4分50が多分平気っすね。最初なんかアプリ GPS でバグってて、多分そうだと思います。ちょっと今からもう一回1キロだけ走りたいと思います。無理せずさっきのペースを再現してしながら走ってみたいと思います。すいません、暗くて。やっぱりペースでいったらキロ4分30ぐらいでした。くそ、バグってるぜ GPS マジで。いや、ただ GPS がバグる理由もあって、僕楽天モバイルでやってるんですけど、海岸線沿いで茅ヶ崎から辻堂に差し掛かるときに辻堂海浜公園っていうのがあるんですけど、そこ行くと電波がゼロになるんですよ。そう、そのタイムラグがでかいね。ちょっと走るコース変えようかこれから。いやー、でもやっぱそうでしたね。そんな遅くないやろうと思ってたら、案の定やっぱ4分台でしたね。しっかり4分台でした。ほんと無理せず走って4分台だったんで、今も絶対そうですね。わーっと、実際のところ何分で行ってたかちょっと分かんないですね。4分まあ平均さっき4分30いくつだったんですけど、35ぐらいかな、4分35ぐらいだったんですけど、4分平均50だとしても、じゃあ7、7、28の、28分と30秒でしょ。30秒だから3分と30秒、50秒か、5、7、35、350分なんで、5分だから33分50秒ぐらいですね。33分後半で走れてたんで、先週よりも約3分速くなってますね。あー、びっくりした。そうやと思ってんなマジで。あー、疑ってよかった自分と GPS を。はい、よし帰ろう。ということで 7プラス1走っちゃいましたね。7プラス1。わー、見にくくてごめんなさい。ちょっと夜しかもうできなくて、仕事柄。はい、ということでね、今帰りました。すんげー時間があった。今は時刻が10時ん10時今。はい、今時刻は11時です。1時前に家出て、やっぱ3時間ぐらいかかるね。怖いね。走ると30分ちょいで行けんだけどさ。いやー、よかった。でもね、少しずつレベルアップしてると思うんで、この調子でね、無理せず、続けていきたいと思います。ご飯パパって食って、マジですぐ寝ます。マジで。